法律を学ぶのが初めてなのですが、覚えるコツなどありますでしょうか。また、資格合格後はどのように習慣するのが一般的なのでしょうかとありますが、僕は前半の方を回答させていただきます。覚えるコツはですね、そうですね、こう、覚えることがね、いっぱいあるので、その一つ一つを正確に覚えるというよりは、全体をね、ちょっとずつこう正確に覚えていっていただく必要があるんですが、コツはですね、よっぽどのこう天才、一回聞いたら忘れないって方を除いては、だからほとんどですよ。僕も含めて。繰り返すしかないですね。で、僕らもやっぱり法律ってすぐ改正されるので、その改正されてる法律をね、勉強していかなければならないんですが、その時に、やっぱり、一応、あまり大きな声では言えないんですけど、受験生の方と一緒なんですよ。新しい法律ができた。じゃあ僕もそこから勉強して、で、受験生の方に教えるわけですよ。だから、ほんの2、3ヶ月前に知ったことを、我が物顔で説明するってことなんですけど、わかるじゃないですか、そんな。僕が20年間ほぼ毎回同じ話をしてることと、2ヶ月前に入れた知識だと、その重厚さが違うじゃないですか、記憶の。でもそれを受験生の方にご迷惑をかけるわけにはいかないので、その2、3ヶ月でやっぱり何度もテキストとか読んだり、自分で書いた本とかね、あるいはその改正法を解説してる本屋さんに売ってる本なんかを何冊も読んで、その、あるいは講義をしてるシミュレーションとかをしてお伝えするわけで、繰り返ししかないかなと思います。ね、10回やっても忘れてしまうんですけどって言われます。だってこの試験って高校生とか、大学生はいらっしゃるんですけど、中高生が受けるような試験ではないので、中高生も受けていいんですよ。今日最初にお伝えした通り、年齢制限とか学歴制限がないので、でも中高生の方は無理なんですよ。なぜかというと、学校の勉強があるじゃないですか。学校の勉強と司法書士試験の勉強は両立できないです。でそんなボリュームじゃないんで。ってことは、大人の方が受けるわけで、大人になると忘れやすくなるじゃないですか。10回やっても覚えられないっていうんだったら、20回やればいいんです。20回やっても覚えられない。30回やってくださいっていう世界です。はい、で、後半の資格合格後の就活については、竹内先生、いかがでしょうか。はい。一般的にはサイトが存在してます。例えば東京でしたら、東京司法書士会さんの求人サイトっていうのがありますので、そこで見ていただくと、求人に直接、もう司法書士事務所だけ、存在するものがありますので、そういうものを見ていただくと。で、各都道府県ごとに、場所がちょっと分かりづらくはなってますけど、存在しているのかなと。あとはですね、もう司法書士持ってもらうと、ハイキャリアになりますんで、例えばハイキャリアとして、ヘッドハンティングしているようなサイトに、司法書士事務所が搭載をしていて、そこをアクセスすると、自分も、なんていうんですかね、エントリーできるような感じになってますので、割とネット使って、求人を探すっていうケースが多いのかなとは思います。